ヨハン7世は、ナッサウ・ジーゲン博及び、フロイデンベルク博。オラニエコウ,ウィレム1世の弟ナッサウ・ディレンブルク、博ヨハン6世と最初の妻エリーザベト・フォン、ロイヒテンベルクの次男。オランダでは、ヤンデ・ミッテルステと呼ばれる。重帝である、オラニエコウマウリッツに協力して、オランダ共和国軍に近代的な軍事協連を行った。軍事理論家であり、また次元に、ヨーロッパで、 最初の主観学校を設けたことでも知られる。1620年にヨハン7世は、スウェーデン王グスタフ2世、アドルフの訪問を受けている。ヨハン7世は、グスタフアドルフに、軍事理論の指南を行い実践させた。彼の軍事理論は、オランダの軍事改革とともに、ドイツやスウェーデンに浸透させたと言える。1581年に、バルデック博フィリップ4世の娘マグダレーナと、 結婚し、十二子を設けた。ヨハン・エルンスト・ヨハン・ハッセイ、とシャナッサウ・ジーゲン・ハク、エリーザベト・バルデック・ハク・クリスティアンと結婚、アドルフ・ユリアーネ、ヘッセン・カッセル・ホー・ハク・モーリッツと結婚、アンナ・マリア、ダウン・ファル・ケンシュタイン・ハク・ヨハン・アドルフと結婚、ヨハン・アルブレヒト・ビルヘールム、ナッサウ・ヒル・ヒエンバッハハク、アンナ・ブレデローデ・ハク・ヨハン・ボルフェルトと結婚、 フリードリヒルートビヒマグダレーナ、ベルンハルトモーリッツフォン・エインハウゼント結婚、フィリップ・ヴィルヘルム・フォン・インハイゼン・クニップハウゼント再婚、ヨハン・フリードリヒ1603連にゾンダーブルクコー、ヨハンの娘・マルガレータと結婚し、13子を設けた。ヨハン・マウリッツ、ナッサウジー・ゲン・コー・ゲオルク・フレデリック・ルートビヒ、ナッサウジー・ゲン・ハク、ナッサウジー・ゲン・コー・ビルヘルム・オット・ルイゼ・クリスティーネ、 コンフランコーフィリップと結婚ゾフィーマルガレーテリンブルフシティルム伯ゲオルクエルンストと結婚ハインリヒマリアユリアーネフランツハインリヒホンザクセンラウエンブルクと結婚アマーリエヘルマンウランゲルと結婚プファルツズルツバッハコークリスティアンアウグストと再婚ベルンハルトクリスティアンカタリーナヨハンエルンストエリーザベトユリアーネザインビトゲンシュタイン伯ベルンハルトと結婚ありがとうございます